いやーなんでそんなところに。今回は歩行者妨害、信号のない交差点編だよ。早速だけど前を行く軽自動車はアウトだね。歩行者に渡る意思があるかどうかを車両側が判断して入れません。意思のあるなしに関わらず横断歩道付近に歩行者がいたら止まりましょう。あーダメダメ、あの FJ っぽい何かもアウトですね。歩行者が横断歩道に差し掛かっていなくても付近にいるだけでもダメです。歩行者がいる近くの横断歩道の周りではすぐに止まれるようにしておきましょう。最近はもうみんなラッシュガード来ちゃってるんだね。いやーなんでそんなところに。こんだけ偉そうに解説しといて捕まるわけにはいかない。左見て、よしよし、せーよし。警察の前では大げさすぎるくらいに安全確認しようね。